いや強いこれ。え？え？はい、こんにちは、グリードです。今日はウォーゾーンリサージェンスですね。最近ね、リサージェンスのソロをずっとプレイしてるんだけど、いや、かなり最近コツつかんできて、今日はね、いいプレイが取れましたよ。今日はね、バトルライフルの MTZ を使っていきたいと思います。それでは動画へレッツゴー。よいしょ。おっ、君だけかい。なんか来てるな、多分これあれか。おう、いや、これじゃないかもしんない。ん、おいおいおい、うわ、あーし、学食に家系ラーメンってどういうこと。学食、そんなとこある、学食に家系ラーメンがあるとか。やばい、地雷がまずい。一人目起きちゃっただろうな、多分。お屋根でござるか。これ絶対下降りたやろ。よし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 、テンポテンポいいよ。 OK、 クリア。なんかいる。おいよ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 。さあ、MTZ バトルライフルの力見せてくれ。あれあれあれ、呼んでる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 。今回のサムネ味あるっしょ。海外のさ、ウォーゾーン勢がさ、みんなこういうコラ画像みたいなサムネ使ってるから、ちょっと僕も欲しいなー思ってつぶやいたらね、作ってくれたんですよ、視聴者の方が。おおおお、びっくりした。あー、自己そもってるの、ありがたい。Thank you。 ありがとう。ちょっと降りてきてるやん。え、なんか水の中入ってったよね。これ倒しに行っちゃおうか。なんで投げないこんな下手くそなんや、わし。あれ、あ、あれだ。いや強いこれ。え、 MTZ のバトルライフル強いぞ。うわあ、おお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 、ええ、これ強ない。あれ、投げナイフどっか行っちゃった。とんでもない装備出てますよこれ。え？は？え？は？ちょ、おい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 、いや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 。いや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 、やっぱあれバグなんかな。バグだよね、さすがにね。フリケンワンパンおかしいもんな。
いないよ。僕ここにいないよ。ここじゃないよ。そう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 、ここにはいないよ僕は。僕の真上にいるかな、ワンちゃん。が。うわ、マジかよ、壁抜き？いやー、マジかー、やべー。うわー、ちょっともう壁抜きがなければな。おお、いやー、まあ33がいけたってことだけど、まあでも一応記録更新や。なんかアシストないぞ、ここ。あぶねー、これ武器が。ちょっと RPG 飛んできた。あ、これ待って、ワンチャンバレてない、あの、もう出たー。これまあバグかチーターがどっちかなんだけど、このナイフ一発で死ぬやつ、なんかね、ラグじゃなくて多分バグっぽいっすね。なんかね、もう今まで5、6回以上食らってるんだけど、それなんかドアが、あれ、どこでもドア。ちょっと待って。え、どこでもドアがある。ウォーゾンにどこでもドアが。これ何これ、あ、入れない。なんやなんや、邪魔すんな邪魔すんな。映りはするけど、んー、どこ、どうしたか。30キロワンチャンいけるかなぐらい？あれかな？もう10人しかいないの？無理やん。30キロ無理やん。どう考えたって。
やり合ってくれ。頼む。やべ、グレがないんだよな。登れない？やだー、もう。おい、シールドやって。うおあえて攻めるっていうね。今回使ってきたカスタムになります。 MTZ762 のカスタム構成ですね。サプレッサーは、VT2 番目のやつ、バレル最後、スコープは、コリオかな。で30マガジンで、弾速を上げる、弾薬をつけて、 SMG はコロコロ変えてるんですけど、今日使ったのは多分これかな。ちょっと変わってたりするかもしれません。はい、まあ、ちょっとまだ試行錯誤中なので、また変わったら動画にすると思います。はい、今日もありがとうございました。よかったら高評価ぜひよろしくお願いします。